皆さんどうもこんにちは、たくまピクチャーズのたくまです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は長野県、群馬県、軽井沢、北軽井沢のあたりでですね、まあ父親が住んでおりまして、そちらにちょっと遊びに行ってきたんで、ついでにまあちょっと動画を撮影してきました。まあいろんなところにね連れて行ってもらってですね、いろんな美味しいものを食べさせてもらって、そこら辺を写真や動画で撮ってますので、よかったら多分2回ぐらいに分けて動画投稿していきますんで、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではまずタイトル動画からどうぞ。 I remember when I first saw your face and how everything changed that day. I remember trying hard to ignore the signs, but I couldn't and I didn't know why. I remember when I ran so far, like speeding trains in the passenger car. And I remember that you still came back for me.はい、ということでですね、まずですね、今回先ほどのね冒頭にもあったように、長野県、群馬県に行ってきたんですけど、まあその長野県、まず軽井沢の方にちょっと行ってきたんですが、神戸からですね夜、ちょっと出発しまして、約7時間ぐらい、神戸の阪神高速に乗ってですね、途中、名神高速に入って中央道を通ってですね、約7時間ぐらい岡谷というインターまで行ってですね、で、岡谷からは下道で軽井沢の方に行くということでですね、7時間運転してきました。で、まあちょっと朝着いた夜に出発して、朝6時前5時過ぎぐらいですかね、長野県にちょっと到着しまして、父親と7時に、軽井沢にあるキャボット工房というところで待ち合わせしていたので、まああまりに5時だから早いなと思ってですね、長野の岡谷インターというところの出口出てから、下道でずっと、まあ、そのキャボットコーブを目指して、キャボットコーブという、まあ、モーニングができるお店ですね、そこを目指してですね走っていったんですけど、まあ、有料が途中あるんですけど、その有料をあえて時間あるから、まあ下道で行こうと思ったら山を抜けてですね、長野の山にこう山をこうぐわーっと登っては下って登っては下って、で神戸にはこう雪があんまり降らない、あったかいこう地域なので雪降らないんですけど、まだ3月でも全然雪がやっぱり長野県残っていて、本当ね、車全然山に人、車がいないし通らないしって感じで、でまあ一回ちょっと車止めて写真撮ったりとかして、全然雪が残ってる状態でも、まあ道は凍ってなかったんで、スノータイヤじゃないですし、ちょっと迷惑かけても困るんで、恐る恐る走ってたんですけど、まあ、なんとか下道通って、まあ、朝7時過ぎになったんですけど、キャボットコーブという、モーニング、そしてカフェ、朝7時から12時20分までかなの時間帯だけやっているという、まあそうですね、軽井沢にあるモーニングができるお店ということでですね、今多分写真出てると思うんですけど、すごいあの素敵な、景色もいいし、とてもこうお店として、なんだろうな、僕は初めてその軽井沢に初めて行って、でこんな綺麗なお店あるのって思うような、こういい雰囲気のお店でした。でまあコーヒーとかね、もちろんカフェにもなるのでコーヒーとかもそうなんですけど、モーニングがほんといろいろあって、まああのセットになっててですね、そうですね、僕はエッグベネディクトのセットを頼んだんですけど、でパンケーキとかあったりとか、あとはまあトーストみたいなね、こうセットがいろいろあったり、まあちょっと行ってもらったり、ネットで調べてもらうと分かると思うんですけど、本当すごいね、いいセットだったなというか、なんかね、最初にこう出てくるものが、スープが出てきてみたいなね、とてもね、美味しかったのと、そしてまあコーヒーがね、なんせ美味しかったですね。コーヒー、こんな美味しいもんなんだ、こんな景色も良くて、気持ちいい朝にこんな美味しいコーヒー飲めて最高っていうコーヒーを、いただきました。そしてそのコーヒーは取り忘れているので、ちょっとこれいないので、よかったらぜひね、一回軽井沢キャボットコープっていうねところに行っていただけたらと思います。でですね、まあそうですね、その後は確か一回ちょっと父が住んでる群馬県の方の北軽井沢の方にちょっと一回車を置いて、でまあ僕の車はちょっとだけこうセダンクーペみたいな感じの車なので、まああんまりデコボコした道とか軽井沢の道に適してないんで、まあちょっと父親の車で移動しようかと、 SUV なんで、まあ、一回ちょっとその北軽井沢の方に
北軽井沢っていうのが群馬県で、軽井沢っていうのが長野県で、ちょっとこうなんか僕たちの中ではなんか軽井沢とか北軽井沢とか中軽井沢とかね、そういう軽井沢にもいろいろ名前があるんですけど、なんか群馬県だったり長野県だったりっていう、まあ初めて行って僕もあこんな違うんだと、県をまたぐんだっていう感じだったんですけど、まあうちの父が住んでるとこ北軽井沢なので、北軽井沢の方に群馬県の方へちょっと行ってきまして、車を置いてきました。そこもねすごくこう景色が良くて、こうなんて言うんだろう、まあ別荘地といった別荘地なんで、なんかこうすごい森林の中にというか自然の中に家があって、すごく空気もねなんかこうまた澄んでいてすごく良かったです。でまあやっぱりちょっとこうね春先に行っているので、まだ緑が全然こうないんですけど、木々もまあ葉が落ちてちょっとこう抜け抜けになってる状態なんですけど、夏行ったらすごい緑があって綺麗なんだろうなっていうのも分かりましたし、まあ今は葉がない状態でもすごいいい場所だなって思いました。まあこう今ちょっとねこう映像で伝えきれるかどうかわからないですけど、本当ね歩いてるだけでも気持ちよかったです。で車乗ってね、父が車運転乗ってるしてる時なんかはちょっと窓ガラスにこうカメラを向けてねこう撮ったりとかしてると、すごいこう揺れていい映像が撮れたりもしたんですけど、本当になんか別荘地っていうこともあって全然人がいなくて車も通ってなくて、ただなんか歩いて撮ってると本当無音というか音がないような、そんな、まあ素晴らしい景色の中で北軽井沢を過ごさせていただきました。はい。そしてまあそっからですね、ちょっと一度まあお昼ご飯食べに行こうってなって、その北軽井沢のあたりちょっと散策して、ちょっとドローン上げていて、北軽井沢のあたりでちょっと僕はドローン上げて、そのドローンが終わってからちょうどお昼ぐらいになったんで、お昼早めのお昼食べに行こうって言って、ちょっとねあのお蕎麦を、まあ信州といえば蕎麦、すっごい美味しかったです。蕎麦天ぷら定食みたいなの頼んだんですけど、すごい量で、写真見てもらったら分かるんですけど、ちょっと映像じゃないんで写真見てもらうと分かるんですけど、すっごいね量でした。本当僕よく食べる方なんですけど、すごくお腹いっぱいになって、天ぷらも神戸で食べる天ぷらよりなんかちょっと量も多かったり、しっかりした、なんだろうね、なんて言ったらいいのかわかんないですけど、野菜もしっかりこうなんか新鮮で食べて美味しかったですね。お蕎麦も美味しかったですし、こんなお蕎麦だったら毎日食べたいと思うようなお蕎麦でした。ちょっとお蕎麦屋さんの名前は今ちょっと覚えてないんで、ちょっと画像写真でここですっていう風に今多分なってると思うんですけど、そちらの蕎麦屋さんでちょっと食事させていただいて、お蕎麦いただきました。本当に美味しかったです。はい。でまあ今回はちょっと本当にね一個一回目というか、こうやって顔出しをしながらこうやって写真動画を出すっていうのがこう初めてなので、まあちょっとどういう風に今こう撮影はしてますけど、どういう風にうまく動画ができるかまだまだ全然分かっていないんで、そうですね、うまいこと編集できたらいいんですけど、まあ今回ちょっとねこの言ってたお蕎麦屋さんのところぐらいまでで撮ってる動画とかをちょっと編集して、この多分この後も少し動画だけの、編集で、アップしたりとかしてると思うんで、よかったらこの後も見ていただいて、高評価やコメントいただけたら嬉しいです。次回はですね、ヤンバダムっていうところに行ったり、あと草津温泉、有名な草津温泉、そして、まあ、軽井沢の、ね、周辺をちょっと散策したりしたんで、よかった、すごいいい景色、いい場所だったんで、またそれも次回見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、まあ最後まで見ていただきありがとうございます。この後多分少しずつ動画ちょっとあると思うんで、よかったらそれも見ていただいて、また次回も動画楽しみにしていただけたらなと思います。いつも見ていただいてありがとうございます。またいい動画撮れたらまた出していきたいと思うんで、よかったらこれからもどうぞ、たくまピクチャーズよろしくお願いいたします。では皆さん、バイバイ。